韓国のムンジェイン大統領は今年6月英国で開催される G7 首脳会議に参加する予定の中、G7 招待状に込められた意味に対して様々な解釈がなされている。特に中国が G7 首脳会議について特定国家を狙ったものだとして、不満を示している状況である。先月16日ボリス・ジョンソン英国首相は、今年6月に英国で開催予定の G7 首脳会議に、 韓国、オーストラリア、インドを招待した事実を公開している。ジョンソン首相は昨年5月、5G 通信網分野における対中協力を明文として、G7 に韓国、オーストラリア、インドが参加する D10 アイデアを提示した。このようなことから今回の首脳会議が、D10 具現の可能性を図る場になるという見方が出ている。韓国政府は、米国日本、オーストラリア、インドが参加するクアッドへの参加に対して、 透明性、開き法性、法要性、国際規範遵守という4つの条件付きでの参加という曖昧的反応を示しているが、G7 首脳会議が拡大した協議体への参加には肯定的な立場を取ってきた。ジョー・バイデン米大統領は G7 拡大への直接的な言及はないが、D10 を中心として中国牽制ラインを形成する可能性は依然としてあると見られている。特にバイデン大統領は就任初年度に、 民主主義首脳会議を開催すると明らかにしている。民主主義首脳会議は、民主主義という革新理念を媒介に中国式社会主義に対応する、事実上の反中路線とみられる。民主主義首脳会議の参画には伝えられていないが、その候補に D10 の国々が含まれる可能性は高いとされている。一方このような一連の状況の中、中国は最近 G7 首脳会議開催の動きについて、 間接的に批判の声を上げている。先月19日中国外務省の報道官は大国魔主義にこつけた集団政治、特定国家に対する牽制の動きに反対するという立場を示した。韓国キョンナ南大学の著人具国東問題研究所教授は G7 首脳会議への韓国の参加は、加盟国たちのコンセンサスがなければならないとしただ G7 拡大に対して加盟国たちが必ず賛成するという流れではない。 そうであるからこそ、G7 が G10 へと拡大することで我々は何ができるのか、加盟国たちの期待は何かなどに対する準備と自覚を、あらかじめ備えておくべきだと助言した。